ニュースポストセブンです。3月下旬、菅田将暉さんの代打でオールナイトニッポンのパーソナリティを務めた松坂桃李さん、戸田恵梨香さんと結婚後生活が激変したようです。1月、菅田さんのラジオにゲスト出演した際には、ゲーム課金はないな、やめるかとなってそばを打ち始めたのよと家庭的な変化を明かした松坂さん。ステイホーム中には結婚発表時の直筆コメントのためにとペン習字を習っていたそうです。テレビ局関係者は、イケメン俳優は結婚後には人気が落ち着く傾向ですが、松坂さんは例外ですねとコメントしています。ニュースポストセブン。